竜神の伝説が語り継がれる田沢湖、さすがに無視できなかったみたいだな、煉獄。真夏要の柱が打ち付けられれば、解放者の闇もより深まったはずですが、やはり読まれていたようですね。ま、何事も張り合いがなければ面白くありません。そちらの戦力を少しでも削らせてもらいましょう。私たちがいるわ。みんな刀を通じてこうまで感情が伝わってくるなんて。主があまり動けないとき、ゴーが一番私たちのことを冷静に見てくれていると思うわ。上泉、お世辞でも何でもありません。砂防で働いていたときなんかも、ゴーさんがそっとさりげなく私たちを助けてくださったことがあったからこそ、あなたにならお任せできると思うんです。天が御権のことは三日月さんの方がよくご存知でしょうけど、私に関して言えばゴーの方が、私たちが逆にゴーを支えてあげることもできるんじゃないかって思うの。二人ともそんな風に私のことを。あなたが話してくれなさすぎなの。私のまっすぐさが羨ましいと思ってたとか初めて聞いたわよ。主様がこういう機会を作ってくださらなければ知ることはなかったかもしれませんね。私のことも美人で長身で憧れるだなんて。私が言ったら嫌味にしか聞こえないんじゃないかって思ったんだ。あと面と向かって言ったら恥ずかしいだろ。さすがに4人で指切りをするのは難しいし、刀を出してもらえる？ゴー。私の刀に、上泉の刀を。過去にゴーさんは親しかった方々との縁を断ち切られてしまいました。ですが私たちの絆は簡単には切らせません。小ガラス丸に4分の1人前と言われた時は悔しかったけど、今はそうでもない。私たちは全員で一人前になって戦えばいい。重ねてきた時間に1秒たりとも無駄はありません。この間もそうだったけど、ゴーの指示に従ったらとても動きやすかった。だからゴーさんがうまく立ち回れるように私たちも、私の触手を。これでは思うようにあの牛頭に攻撃が。みんなを生かすだけでなく生かされる、それだけでこんなに君に一撃を食らわせる未来が見えるものなんだね。